こんにちは、こんばんは、おはようございます。プチーノの部屋、ようこそ。今日お話しするのは、恋愛のテクニックとコーチングという形でお話ししようと思うんですけれども、なんだろう。普通の恋愛のテクニックじゃなくて、銀座のママがやってるテクニックとか、あと LGBTQ の人がノンケを落とすときのテクニックってほぼほぼそれに近いなっていうのがあって、プチーノも、ノンケの方を落とすときはそのテクニック使ってましたっていう形と、じゃあなんでサイレント君とサイレントになっちゃったのって言われたら、サイレント君とは、くどく期間がなかったの。くどく期間がなかったの。ずっと私が、SNS で見つけて、彼のファンになって、で、初めてメールした日に、パートナーになってくださいって言ったら嘘でも嬉しいですって言われちゃったので、付き合うためにくどく期間がなくて、もう私の方としてはもう取った魚状態になっちゃったので、いや、餌があげないじゃなくて、もうそこで舞い上がってしまったので、そのテクニックを使う暇がなかったっていうか、使わなかった。使ってれば今でも続いてただろうなっていう形です。はい。では、じゃあそのコーチングの理論と、恋愛のテクニックって同じだよねっていうのが、じゃあどういうところが同じなのかっていうのは、まず相手に対して全面的に、相手がどこで何をしようと私はあなたの味方ですよっていう形になります。相手がどこで何をしても私はあなたの味方ですよっていう体をドーンと打ち出します。で、あなたがどこでどんなことを言ったり、どこでどんな行動をしても私はあなたの味方なんですよっていう形を、言うだけではなくて、日頃の話を聞きながらでも全て相手のことを肯定していきます。はい。で、そして、できるだけ自分が話すんではなくて、相手をの話を聞きます。で、ここでたまーに間違える人がいるんですけど、私話し上手なんですって言いながら相手に質問する。で、その質問がもうほとんど尋問みたいになってて、自分が聞きたいことを質問しまくっている。ね。特に私、そういう方大嫌いなんですけども、大嫌いというより、大の苦手なんですけど、質問ばっかりしてくるやつって。私が話したいことじゃなくて、相手が聞きたいことを聞いてくるから、もう本当に話が苦痛で、しょうがなくなってくるのね。でも、相手の話を聞くっていうのを、訓練してくると、相手が何を話したいのかっていうのが分かって、相手が話したいことを合図打ちながら、相手の話したいことを聞くっていうことですよ。聞き上手って、ちゃんと相手の話したいことがどんな話でもそれを聞くっていうのが聞き上手であって、自分の聞きたい話を相手から聞くってことじゃないですからね。はい。で、相手の三次元の細々としたことにはあんまり気を取られない。だから、実は相手がまだ30代とかでもフリーターとかだったりとか、相手がまだちゃんとした職業についてなかったり、収入があんまりなかったりとかしても、あんまりそこにはフォーカスしない。じゃあどこにフォーカスするのかって言ったら、将来の夢、逆立ちしても届かないような将来の夢、いわゆる、ピーターパン症候群っていうような、実は僕夢持ってて、将来的には世界ツアーをしたいんだとか、たまにちゃんと聞いてあげると大体男の子って、将来の夢は持ってたりするんです。ただそれが、ピーターパン症候群って呼ばれちゃうような、それちょっと無理なんじゃないって言われるような夢だから人に言わない。でも、ちゃんと夢は持ってるって人が多いんですね。で、夢なにとかって聞いて話し出したらもう全面的にそれをね、肯定してあげるっていうことをしていくっていうことをしていくんだけど、それをね、ずっと私は好きになった人にはやってました。ただサイレント君にはそれをする暇がなかったです。で、そうなんだけど、その後最近ですね、コーチングの理論を勉強したりなんかしちゃったりすると、そのコーチングの理論と、この、銀座のママがやってるようなこととか、LGBTQ とも、ノンケ食いの人がノンケを落とすときにやってるテクニックってほぼほぼ一緒だよね。っていう感じ。
だから基本聴講、相手の言うことを聞く。で、相手が何言っても肯定する。で、三次元的な現在の相手がどんなにちょっとダメ山ダメ子ちゃんだったり、ダメ山ダメオくんだったとしても、そこにはあんまりフォーカスしない。現在の、あの日常の、まあ、アルバイトでもいいし、会社でもいいし、仕事がね、あんまりうまくいってないとかって言ってても、それを、そこにあんまりフォーカスしなくて、とりあえず相手のやってることを全部肯定してあげて、そんでもって、なんか夢を語り出した時には、夢に対して、120% 肯定してあげて、さらに、じゃあ、それ叶ってるところのおままごとしようか、みたいな感じで、で、その時、どんな車乗ってんのとか、その時、どんな家住んでんのとかって言いながら、エフェカシーを上げていくっていうことをしてたなということで、うん。なので、コーチングの理論をちゃんとできれば、恋愛のテクニックとかにもなるんですけど、やっぱりね、それってね、男性が描く理想の女性像なんですよ。なので、男性が描く理想の女性像なので、銀座の高級ホステスとか、LGBTQ のノンケ食いの人だったら、それを完璧に演じ切ることができるんですけども、どうしても普通の女性だと、福地犬の言葉で言うと、相手に対して無条件の愛じゃなくて山ん場的な愛になる。こっち向いてとか、話聞いてとか、構ってとかっていう感じの、山ん場的な愛を相手に向けてしまうっていう感じですよね。だから難しいですよねっていう感じです。銀座ママとか LGBTQ の人が、異性の人を口説いたり、お客さんに対して、その完璧な男性が描く理想像として、できるし、コーチングというお金をもらってクライアントさんに会うっていう間は、それが完璧にできることがあっても、日常生活の中でそれはまずできないよねっていう話ですね。うん。日常生活だとどうしても相手にも求めてしまうってことをしちゃうでしょ。特に、普通の女性が、じゃあそうすれば男にモテるよとか言っても、なかなか難しいんだよね。どうしても相手に求めてしまうから、相手に求めてしまうと、それが金食い虫になってしまったりするんだよね。うん。相手にも一切何も求めないで、相手のサポートだけをするっていうことをするといいんだけれども、それはやっぱり、銀座のママにしても、ちゃんとお金を払ってくれるクライアントにして、やってるからできるし、LGBTQ の人がノンケの男を口説くにしても、そういうノンケを口説くという大きなハードルがあるから、そこで演じ切ることができる。であって、男女の中とかで、料金が発生しない間柄でそれをするのは難しいよねっていうことですね。はい。そんな感じです。はい。なので、コーチングっていうのは、コーチングの理論は、やっぱりね、三次元の生活の中で日常生活の中に生かすのは難しいけれども、ちゃんとした限られた時間と限られた空間、安全で守られたちゃんと1回50分とかの空間の中だったら、完璧にそれを演じ切ること、さらにちゃんとしたお金をもらってね、やるときはそういうことをすることがセラピストはできますよ。セラピスト、コーチはできますよ。ただそれを、この人コーチやってるからとか、この人、で、三次元の世界で、オフ会とかで会った時とか、講座の中でとか、に求められても、それは無理だよ。無理だよっていう感じですね。うん。ね、オフ会で会った時に、コーチングのコーチのようなことを求められても無理だし、講座の中ではやっぱり立場がサポーターではなくて先生、教え導く人になっちゃうからコンサルティングの要素の方が強くなっちゃうし、という感じですね。以上です。ポチッとなー。